次は、トゥームオブクアロペック、クアロペック、クアロペックの墓だってさ。次、次は墓に行くみたいです。今度はね、ちゃんと何個だろう、今度アーティファクトだけか、今度2個取れるようにちゃんと探していこうと思います。まずこっから見て、なんかあるかな。ないないない、バランス崩した。ないね、今んところないっすわ。下に、ね、なんかありそうな気がするんだけど、ないですね、何もないですわ。はい、よし、 OK、 来た、ジャンプ、 OK。 今のところ何も、あ、これ下崩れるんでしょ、崩れないか。あそこになんか玉ない、転がってこない。これなんだろうね、何の絵だろうね。ああ、あの、そのあれも同じか、この人のお墓なのかな、もしかして。あれ、あれ壊せるんじゃないですか、届かないか。これ壊したらさ、下に落ちちゃうよね。まああそこの玉、玉のところに行ってみましょう。はい、玉来た、クラッシュバンディクルです。どこどこ、あ、これで崩れるんだね。それで下に行けると、なんかあるね、あれ。あ、閉まっちゃったの、これ。閉まっちゃったんだ。はい、おそらく左方向からじゃないといけないみたいなんで、左方向から行きます。 OK、 行けた、よし、 OK、 行けましたね。で、上に行って、今のところ動物出てきてないな、まだ。はい、チェックポイントで、マシンガンの弾もういらないっていうか、マシンガン持ってないしっていうね。どこにあるんだろうね、マシンガン。あ、やった、食らった、食らってないよね。オッケーオッケー、食らってない、食らってないです、食らってないです。どっかになんかないかな。ないね、そういうことね。なるほど、どういうことだ。オッケー、いけた。これは左でいいのかな、いや後ろか、いや今かな。オッケー、これ下も掴まれそうなんだよな。はしごに行くんじゃないか、これもしかして。ちょっとオッケーオッケー、はしごだよねこれ。オッケーオッケー、はしごに行ったとて何もできぬ。右だ、オッケーオッケー、行けた。あと一発食らったらね、落ちちゃうと思うよ多分。はい、下に降りて、ね、ジャンプして、でまっすぐ行けばいいのかな。これはまっすぐだね。はい、回復パックゲット、 OK。 ここだけ止まってるね、なんでだろう。後で動き出すのかな。また回復パックゲット、ボス戦かな。また回復が多いぞ、なんか。よいしょ、ここは、ここ飛んでる？飛んでないよね。はい、あった、オッケー、オッケー、行きましょうか、どんどん。やべ、オッケー。これ帰り道がもしかしたら厳しくなってるみたいな、全部稼働してて厳しくなってるみたいな感じなのかな。おっと、危ない。オッケー、ここはどこだ。この上に来ましたけど、それで
下には何もなかった。あのスイッチを押すのか。なるほど。こっちだよね。このまま後ろにジャンプしてさ、行けたりしないのかな。それはなさそうだね。いや、下がっちゃう。ちょっとこれで行ってみるか。はい、ジャンプ。オッケーオッケー、行けた。よし、行こうぜ。よし、オッケー。なんかまたマガジンが落ちてるけど、何個目これ。75発目だよ。で、あれジャンプしたらスイッチ押せるんだよね。じゃああれジャンプして、お、ここに捕まった。オッケー。なんかタイに行きたくなってきたな。ここら辺の遺跡見てたらさ、タイに行きたくなってきた。なんかどうでもいいんですけど、確かアンダーワールドはね、タイが舞台のステージだったよね。最初のステージが確か。やばいやばいやばい。 OK、 や食らった。 OK、 行くぞ一気に。やっぱり帰り道が厳しくなって全部稼働してる。やばい、振り子刃の拷問機械じゃん。よっしゃ、 OK。よし、危ない。なんだ、何の音、何の声。なんかモンスターいる。やべえ、恐竜が来た。やばいよ、やばいよ、やばいよ、やばい。振り子刃にやられて。これ、はい、オッケーオッケーオッケー。余裕じゃないか。いや、ここもやべえ。オッケー、やばくないね。あそこ下に行けるけど、あ、行くときに使ったんだね。はい、これは、あ、あのはしごね。 OK、 左行けっかな、これ。やめとこう、後ろに行っとこっか。やっぱり安全ルートで行こう。安全ルート、後ろ行けるよね。はい、オッケーオッケー。シャッガーの弾だ、ショットガン。今のところあのレバーを下ろしただけでさ、特にねえ、何もないんですけどって感じなんですけど、ああ、もしかしてあれを撃つのか。あれ、もうちょっと近づいたら撃てるようになるのかもしれない。こっちは行く意味あるんだっけ。行く意味あるんかい。あ、まあ一応は。あ、はい、戻ってきました。ここになんか上にまで登れた。そしたらあそこに照準のマークが。それで壊せるんだね。なるほどなるほど。蹴って壊すんじゃなかった。で、もう一つの足場が利用可能になるってことね。ないよね、何も今のところ。あ、なんかあそこにスイッチみたいなのあるぞ。あれを押しに行くのか。これでそのためにあるのか。よっしゃ、行こうぜ。届くかな、これ。オッケー、スイッチオン。お、一個だけ開いたぞ。あともう一つか二つぐらいあったよね、確か。で、これで多分下の足場が動かせるようになってるんですよね。はい、なるほど。で、それでやっと右側にも行けると。よし、オッケー、行ける行ける行けるでしょう。あ、危ねえ。
よし、オッケー。こっちには何の仕掛けがトラップがあるのかな。同じか。よいしょ。左か。オッケー。いやいや。オッケー。でこれポールは帰り道に使うのかな。多分。はい、そこにジャンプして。はい。よっしゃ。なんでさっきあんなところに恐竜いたんだろうね。よく登ってこれたなっていう感じなんですけどね。またレバーがあるぞ。ここら辺、左と右になんか行けそうな場所がありますけど、ここ捕まれないの？いやー、びっくりした、びっくりした、びっくりした。狼かよ。びっくりしたな。やばい。びっくりさせんだよ。もう急に崩れやがって。もうあそこにねえ檻があるね。取りに行こうか。ここかな。ここら辺かな。こっからジャンプしてでしょ。よし。で上の方に戻れると、戻れるというわけですね。はい、 OK。ポールで、はい、こっちに行きまして、うん、これ戻るだけだよね。床が崩れて戻っただけだよこれ。あっち気にならない。あっちと、あとあっちも行ってないし、右と左側行ってないんだよね。行けるのかな。なんかあるのかな。行ってみよう。じゃあ、よし、なんか音が、レリックの音がした。あ、アーティファクトか。オッケーオッケー。まあ、スイッチを押して、お、そこが開くんだもん。オッケーオッケー。やっと真ん中行けるってことね。なるほど。やばい、戻っちゃった。オッケー、やっと戻りました。オッケー。ショットガンの弾も満タンなんですよっていうね。また恐竜？どうやって来たのっていうね、話なんですよ。お、なんか今、アーティファクトの音がしたぞ。落としたよね、なんか。下に行けるのか、これは。下にあるんだね、じゃあ。あ、なんか光ってるし。ああ、アーティファクトだ。あって見つけちゃった。下にはどうやって、あっちから行くのか。あ、間違えた。こっちからポールで行った方が早いな。よいしょ。ああ、危ない。そういうことね。なるほど。上から撃とうかな。オッケー。上から行ける行ける。あれ？あ、オッケーオッケー。あ、もうこんなね、ところにあったんだね。あったあった、オッケー。角ゲット。あ、これでアーティファクトが2個でコンプリートです。やった。はい、戻ってきましたよ。で、あそこの、ね、真ん中の方に入りました、今。から見ていこうか。 OK OK。 ボス旋回。あ、なんかあったぞ。アーティファクトか、あれは。ムービーシーンだ。なんだこれは。いや、あの人と戦うの。あの人のお墓なんだね、これは。ここはミイラ動くでしょう、多分。なんか守りみたいのもあるし。あのミイラの守護神みたいのもいるし。
アトランティス、アトランティスのオーナーのかこの人は。おやばい、来た、やっぱり来たぞ。ボス戦か。じゃあくんでしょ動かないの。何戦い、ボス戦じゃなかったの今の。あ、動いた、来た。戦えない。でもここから逃げるってこと。ちょっと待って、あ、もう全部ゲットしたか。 OK、じゃああと逃げればいいんだね。オッケー。アクション入るかな、やっぱり。よいしょ。オッケー。これでペルーはクリアなのかな。で、どこに。やばいよ。あと何秒で崩れんの。 OK、 チェックポイント。これジャンプの方が早いか。よし、 OK、 アーティファクト2個ゲットで、あと宝物もゲットしてクリアときましたが、I forgot my trucks. 自分のトラック忘れちゃったって。 I hope Natla sent you here with more than that shotgun. こいつがボスか。これアクションか。上。これどっち下。OK。砂ごときで食らうかよっていう。目に入れば食らうけどね。何どっち右。 OK。 普通に戦わないのかこの人とは。 OK。 ちょっと待ってくれ、だってさ考えてるから。ちょっと待ってくれ。ウォーホー、 makes no difference to me。Pierre's probably already found his piece. Pierre Dupont? Where? Now that I don't know. どこだ。そんなに今はそんなに知らないってさ。I'm convinced. 今は知らんか。あ、来るぞ。Damn. You really had me going. Damn. お。アマンダの時とは違って、あ、でも今回もね、気絶してるだけだね。でもショットガンゲットしたのかな今ので。ショットガン、ここどこ。次はエレベーターじゃない、これ。ミッションインポッシブル来たよ。まだ、おお、なんだ、ナトラ、あの女の人の名前ね、ナトラ。なるほど、ナトラの会社に来て、いや、裏切りやがったなってことでしょ。社長イースにはいないね、誰も。何、テレビ、パソコンかのモニター、あ、全部録音されてたんだね。後つけられてたんだね。Like her father. Ah, Monsieur Dupont. 誰だこの人。 You have something to report? Good news, madame. Your information was correct. I have located my piece of the scene. What? Voila. It is buried under a place called... 何? St. Francis Folly. St. Francis Folly. St. Francis. よし、クリアした。これでペルー編クリアなのかな。お、結構なんかアンロックされた。よし、オッケー。